おかえり。お風呂どうだった？さっぱりした？うわ、お姉ちゃん顔真っ赤。汗もすごいし。ちょっとお水持ってくるね。待ってて。はい、お水。うん、なんでなんで。私が上がる前に差し湯しといたんだけど、もしかして暑すぎたかな？ごめんね。違う？うん。最近コリがひどいから長湯しただけ？あ、そうなんだ。なるほどね。でもコリがひどいなんて、姉ちゃんも年取ったんだね。ちょっと、姉ちゃんなんでそんなに本気で落ち込んでるの？いやいや、冗談だからね。うん。うん。あー、ちょうど最近肌のくすみとか髪のパサつき気にしてたからぐさっと来ちゃったんだ。あ、それは知らなかったとはいえごめんね。でも私から見てそんな気にするほどくすんでる感じには見えないんだけど。でもそんなに気になるなら頭皮マッサージしてあげようか。あのね、最近テレビで見たんだけど、頭皮が凝ると肌のくすみとか、あと髪のパサつきが出るんだって。ね。姉ちゃんが気にしてることでしょ？まさに。うん。だから、さっきのお詫びも兼ねて、マッサージさせてください。って言っても、やり方もテレビで見ただけだから、どこまで効果があるかはわからないんだけど、まあ、やらないよりやった方が絶対いいよ。ね。うん。よし。じゃあ後ろ向いて。じゃあ始めるね。痛かったら言ってね。わ、なんか硬いな。これは凝ってそうだね。力加減大丈夫？痛くない？うん、よかった。リンパ腺って頭にも通ってるらしくてね、ここが滞ると顔がむくんだりくすんだりするんだって。髪がパサついたりとか、あと抜け毛の原因にもなるらしいよ。ね、だから定期的にこうやってやってあげないと。うん。だからたまには自分でもやってみてね。言ってくれれば私もしてあげるから。うん。
この辺もこれぐらいの強さで大丈夫？痛くない？気持ちいい。よかった。この辺はブヨブヨしてるなぁ。これむくんでる感じだね。これ終わったら顔すっきりしてるかもよ。楽しみだね。やっぱ姉ちゃんのシャンプーいい匂いだなぁ。いいなぁ。今度借りてもいい？やった。私のも使っていいから。
のパサつきも別に気にならないけどな。姉ちゃん元から綺麗でくすみとか全然ないし、髪もこれパサついてる？でも自分でしかわからなかったりもするよね。客観的に見てたら別に気にならないから、そんなに気にしなくてもいいと思うよ。暖かくなってきた。血流良くなってきたかな。結構ほぐれたかな。触り心地がね、最初と全然違う。
よし、こんなもんかな。はい、お疲れ様。気持ちよかった？よかった。じゃあそろそろ寝る？うん。じゃあ一緒に歯磨き行こう。